A2N90 式艦上戦闘機90式1号、艦上戦闘機90式艦上戦闘機は1932年に大日本帝国海軍で採用された艦上戦闘機である。略符号は A2N。製造は中島飛行機。機体、発動機ともに日本人が初めて設計、製造した戦闘機である。 三式艦上戦闘機の後継機の自社での受注を目指した中島は1929年に吉田技師を設計就任に新型戦闘機の開発を開始した。試作機は前年に海軍が購入したボーイング海2バイトやボーイング100を参考に中島ジュピター6型を搭載した機体で吉田ブルドッグと歌唱された。翌1930年2番目の 吉田ブルドッグが完成し、中島飛行機はこの機体を海軍に NY 戦として提出した。しかし、海軍によるテストでは3式艦上戦闘機より若干性能が向上した程度で、運動性や実用性では不満が多かったため不採用となった。そこで中島では研究用にブリストルブルドッグマーク2戦闘機を2機購入して参考にした上に機体重量を軽減し、 主翼を F4 バイトと同型の翼端大型に改造、エンジンを中島久し2型に換装した試作機を新たに製作し、これを NY 回線として1932年1月に海軍に納入した。テストの結果、性能は3式艦船をはるかにしのぎ、海軍は同年4月に機体、発動機ともに日本人が初めて設計。 製造した戦闘機である本機を90式艦上戦闘機として正式採用し、直ちに生産が始まった。1932年の後半から収益し、空母、陸上部隊の両方で幅広く使用された。海軍では本機を使用して戦闘機の戦術研究、訓練が行われていた。本機は国民の義援金によって報告号として堅納された機体が多く、 横須賀海軍航空隊では1934年頃から、文隊長、玄田実ル隊員が、変態特殊飛行のリーダーとして、日本各地で行われた、剣能式で、変態アクロバット飛行を行う。報告号剣能とアクロバット飛行が結びつき、玄田サーカスの名で親しまれた。文隊長、岡村元春隊員の変態アクロバット飛行も、岡村サーカスとして親しまれていた。 かがや竜城は当初3式艦上戦闘機と併用しており、空母の艦船が前期90式艦船になったのは1934年末になった。品事変に投入され、1937年8月16日、かがの分隊長、いがらし金正大位の率いる90式艦上戦闘機6機は、上海北方の港湾上空で敵戦闘機軍と交戦して、 コルセア1機、ダグラス2機計3機を撃墜報告。翌17日にも、ガガの豊田三夫空想長の率いる90式艦船4機が、敵戦闘機2機撃墜を報告している。しかし、戦闘機の性能の急速な進歩により、旧式化するのも早く、生産数も、中島で約40機、佐世保海軍交渉で約百機の契約百から百四十機と少数であった。 90式複雑練習戦闘機出展、日本の名機百戦冷戦登場委員会、冷戦、各戦いり。514ページ、奥宮正武、海軍航空隊全市場朝日ソノラマ95ページ。ありがとうございます。